総市長、総市長、総市長、学名例をトリックするティアは、長考スズメメチメドリカ、ヒタキカとする説もありに分類される鳥類。外来生物法で、特定外来生物に指定されており、日本の侵略的外来種ワースト100の選定種の一種。インド北部、中国南部、ベトナム北部、ミャンマー北部に、自然分布。日本、ハワイ等に移入。 日本国内では、カゴ抜け鳥とも呼ばれる外来種で流鳥として住み着いている。現在、関東、東海、近畿、中国、四国、九州の各地で繁殖が確認されており、関東では、筑波山、近畿では、六甲山系、九州では、九十山系によく見られる。なお、日本以外では、ハワイ諸島で、干渉目的で包丁されたことがある。 全長が、スズメと同じくらいの十四から十五センチメートルほど。背面の羽毛は、暗緑色。眉半から、頬は薄い黄色。陰頭部の羽毛は、黄色で、胸部は濃いオレンジ色。翼に、黄色と濃い赤の半紋がある。幼鳥のくちばしは黒いが、成長に伴い赤くなる。体色に、雌雄の別はないが、メスの体色は、オスのそれより、幾分薄くなる。 ササ類の繁茂する標高千メートル以下の常緑紅葉樹林、落葉紅葉樹林に生息する。またこういったヤブの中に映像し、腰陶キは標高の低い地域に移動し、主に竹林やササヤブに生息し、将軍をなす。カラ類との根群をなすこともある。食生は雑食で、昆虫類、果実、種子等を食べる。繁殖形態は男性で、 一回に三個の卵を産む、つがいのオスとメスを分けてしまうと、お互いに泣き交わしをするため、総市長の名がついたと言われる。ちなみに、中国原地名は、である。英名には、代表的なの他に北京ロビン、北京、ナイティングエール、チャイニーズ、ナイティングエールなどがある。数ある英名の一つに、ジャパニーズヒルロビンがあり、またオランダ名はであるが、日本在来の野鳥ではない。 元来、日本列島には生息していなかった鳥であるが、江戸時代から海鳥としてしばしば輸入されていたようである。野生化は1931年に六甲山、兵庫県神戸市で初めて確認されたが、これは神戸在住の家境が宿天の際に包丁した個体が定着したものと考えられている。この一群は六甲山に定着できなかったらしく、 1945年以降に姿を消した。なお、ハワイ諸島においても、ホノルルの中華街で大火事が起きた時に家強が勝っていた個体が逃げ出し、定着したのが始まりとされている。本格的に日本に入ってきたのは1980年以降であり、日中国交正常化に伴い、本州の中国大陸からの輸入が激増したことが原因として挙げられる。 また本種は雑食性でもあり、扱いやすいことも輸入増加の原因になったと思われる。さらに、本種の価格は非常に安価だったため、外来生物法が施行されるまでは、どこのペットショップに出向いても本種の姿が確認できた。そうして、在庫を抱えたものの、販路や多額に及ぶ餌代に困って、生き、包丁に及んだ悪質なペット販売業者があったようである。 本種を含む特定外来生物に指定された、鳥類4種はもともとあった自然環境が人間により開発され、その結果原産地と似た環境が出来上がり、そこに定着したという侵入外来生物によく見られる図式に当てはまらない極めて珍しい外来生物である。特に本種はその傾向が強く、 野外での生息が確認された場所はいずれも古くから環境が変化していない天然自然林で都市化の進んだ地域で観察される例は少ない現在まで本種が定着したことによる影響は特に確認されていないが今後生息域を拡大することで一般的に外来生物の侵入による変化があまりない天然自然林の生態系が大きく変化することが懸念されるため 特定外来生物に指定された。具体的には映像場所が競合するウグイスやオールリが駆逐される危険があり、日本の侵略的外来種ワースト百選定種にもなってる。本種はガビチョウと共に中国では非常にポピュラーな貝鳥であり、姿が美しく鳴き声も良いため古くから飼われてきた。エサモワチョウでは一般的なスリエは 無論のこと、カナリアや文鳥でおなじみの薪絵や、目白によく与える果物の切れ端なども厭わず、食べ、しかも丈夫なのでほとんど手間がかからず、多種の小鳥と同居させても争うことがないため常に飼いやすい。ただし、食い意地の張っている一面があり、多種の小鳥と同居させた場合、その小鳥がす引きを始めると、卵を襲って食べてしまうことがある。日本では、江戸時代から、 海鳥として親しまれてきており、外来生物法試行までは愛顔町として多数、飼われていたが、現在は、同放試行以前から飼育を継続し、届け出を出しているもの以外の愛顔、干渉目的での飼育は禁止されている。また本種は、飼育にあたって、非常に多くの餌を食べ、大量の糞をする。よってその特徴を生かして、輸入した本種を使用しその糞を採取して、 うぐいすの糞として売り出している業者もある。分類学上では、本種は、うぐいすとはさほど禁煙ではないが、美肌効果等の効能に関してはさほど差がないと、されている。なお、粉砕し目的の使用は、制御を継続するのに必要ということで届け出を、出せば認められる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。